たるシャバダバダ。音楽がどれだけ心を豊かにして出会いをドラマチックにしてくれるか。人生のあちこちに必ずその時の自分にぴったりな曲が存在する。恋の始まりに聴いた曲はいつ聴いても甘酸っぱい気持ちになりませんか。気分は瞬間で10代にもなれる魔法がかかる。うまくいかない恋にも必ずぴったりな曲が聞こえてくる。涙をこらえて聴いた曲、気分はもちろん悲劇のヒロイン。心が一つになれる応援歌、家族を思う曲、人生を共に生きる数々の曲をご紹介していきたいと思います。さあ、夏休みバージョンも終わりましてね、今月からちょっと私はラジオを始めた時のことを振り返ってみようかなと思って、初め私は昼間の番組で奄美を紹介する番組を担当していて、でその時に、奄美、喜界島、ね、五島列島の方々の、ミュージシャンの方を紹介するコーナーを担当していて、でその時にとっても仲良くなった秋岡奈美さん、島唄を歌うんですが、彼女の歌は普通の島唄じゃなくてとてもアレンジされていてストーリーを感じるような曲です。で彼女はねものすごく明るくて、私の100倍明るいかもしれない。で私と2人で会ってると笑ってるだけ2人で、やんだ君さん、やんだ奈美ちゃんって言いながら何喋ったのかわからないような。で彼女の、ブログを見ていたら、私には突然飛び込んできた結婚してお子さんも生まれて、なんか幸せそうな彼女を見ていて私も幸せになりました。で今月は彼女の、曲をいろいろ紹介したいと思います。今日1回目は、朝花というとても有名な島唄です。彼女がアレンジしたらこんな風に聞こえます。紹介する番組やられてますね。でも場所はわからない。私はその担当だよ、聞いたから。あ、そうなんだ。で、コンシェルジュ入れ替えよう。はい。遠いんだね。遠いんだね。久しぶりに見ましたよ、びっくりしました。10年以来久しぶりに見ましたよ。チーズ圧縮ソフトなんですけど、チーズかと思って私もこうこのコーダーって、アイコンするなんですけど、コーダーってアイコンが萌え系のキャラクターで昔からあのキャラクターすげえびっくりしました。あんなところチーズが置いてあるチーズ朝バナ深井、これがさ、ストーリーやったの。はい、やばいですね。超やばい。ちょっと内容もなんか母からつながる愛のなんとかみたいなのあったから、役者さんとして私ね、私たちとね、キュレのビビナに来てくれるかな。これ、ケミさんの本体部で、そのままのこれ12分まで。
ったりとかもあるし、それをすごく明るく歌ってるみたいな。ブルースとかもそうですよね。黒人の奴隷の人たちがものすごい苦しい労働とかをしてる時に、でも能天気に歌うんだみたいな。いや、オンタイム12分で、ね。